今日は、サイレンニュー、ピーチーという世界、ピーちゃんが紹介してくれますね。よろしくお願いしますね。まあ、初めてじゃないけど、これは二度目。でも、初めての、まあ、それは、ただ入り口立ってるだけですよ。入り口ね。はい。それで、ちょっと混乱して、世界を、本の世界に戻る。じゃあ今日は頑張って最後まで感想しようね。はいはい。はい。じゃあ、PT です。はい、地獄へようこそ行きましょう。地獄ですか大丈夫ですか今日は。地獄でーす。Is the egg is not complete? うん。ですか。なるほどね。よし、英語は読めませんので、うん、頑張って。はい。はいはい。頑張って、ね。あ、扉はこっち。なんで？前回は、僕で？僕で開けます。本当に？僕？僕でいいの？開けたら、僕でもいいよ。あ、でも、どっちに一人ずつだからね。ここ開けたら始まるけど大丈夫。心の準備を。開けてください、僕。開けていいの？後でしてます。本当に？じゃあ、バイバーイ。また地獄でね。おう。声とか、怖いけど。怖くないよ。ほら、部屋、おうち、ここおうちだよ。はい。ほら、見て、このおしゃれな絵画。はい。このおしゃれな絵画。うん、大丈夫。普通の家。ほら、森。ちょっと何も自分のなんかシャドウが怖いけど影が怖いよ。大丈夫だ。ほら見てみて。僕大丈夫かな。自分の影遊びで遊びだけで。セーフよ。こんにちは。テストでいいね。今日は PC ですよ。足音は、なんでピーターの足音がないだ。あん。あるよ。ほら。あるの？僕の足音だけ聞こえますよ。そう。これ自分の足音だけなんで聞こえるの。飛んでるじゃないの？ピーターン飛んでる。こんにちは。お邪魔します。これ夫婦ですよね。そう、かっこいい、かっこいい。イケメンだよね、かっこいい。イケメンですよ。出た。あ、自分の影。自分の影にびっくりした。声が、銃が、おい。これバナナありますよ。美味しいよね、バナナね。バナナは美味しい。バナナ鍵ありますよ。鍵だ、本当だ。鍵だ。何の鍵だろうね。お財布についてるよ、鍵。めっちゃ下がるよ。これ怖いよ。怖くないよ。音だよ。ただの大丈夫だけ。はい。次はどこに入ればいいんですか？こっちですか？まっすぐに扉があるよ、扉。こっちじゃないですか？あれ何もないですか？あれね、何もない。じゃあ、どうぞ。はい、僕ですか？僕でーす。本当ですか？僕大丈夫かな？僕大丈夫かな？はい、ちょっと待って。なんか仮面が変ですよ。ちょっと待ってください。仮面が変ですよ。自分も変ですよ。なんで？
何があった、あー、ゲームの画面がちょっと、じじん、こうなった。小さくなった。ちょっと待ってくださいね。小さくなった？はい、はい、はい。なんか変だ。はい、はい、はい。何か変だ。はい、あはい、はい。はい、あー。あー。まだ声聞こえますよ。何の声ですか？扉の中の声ですか？それ。多分。あれ、人じゃないですよね。人じゃないですよね。ないよ。人いないよ、ここはね。あーはい。僕たちは捜査に来たんだよ。あー、捜査ですか？あー、僕たち。そうだよ。刑事ですよね。うん。そうだよ。はい、OK、もう大丈夫ですよ。画面ロックしますよ。うん。はいはいはい、大丈夫です。まあ、もう、入りますね。行ってきます。いってらっしゃーい。え、なんもないよ。なんも、え同じところに戻った。そうだよ。あ、影、影が。影でびっくりしてる。怖い。あリアクションしてくれよね。なんで今回は前がちょっと暗い、うん、なんでだろうね。あお出を立てするんじゃない。お出を立てするんじゃない。行こうか。何かありますか？え、僕が車ですか？あれ運転しよう。こっち来て。何かあった？え？今、閉じ込められた。閉じ込められたの？そう、鍵かかってる、扉。クリックできないですよね。うん、クリックできない。そのまま入りますか？それとも何もできなかったですか？怖かった。外、何か、まあ、今、コンスタクションがあるので、僕のところはね、リアね。どこどこの、こっちですか？じゃあ謎解きしようかね。今じゃあ扉がかかっています。鍵かかっています。何かのアクションしないと扉開きません。じゃあ探しましょう。わかったよ。頑張ろうね。わかったよ。これでしょう。違います。違います。違いました。違います。バナナですか？バナナでもないよ。なんで？柿はない。柿じゃない。バナナじゃない。で、何がありますか？じゃあ、いったものどうや。戻りましょう。あー誰か来たよ。あれ、音が聞こえますよ。聞こえたね。ノックしましたね。あそこじゃないですよね。僕大丈夫かな。大丈夫よ。人んちだから。人だっているよ。人はいる。人じゃないでしょ、あれ。人だよ、きっと。取れるものは、2つだけですよね。これと、これ、そこと、これ、うん。何がありますか？あとね、何もない。写真取れない、電話も、うん。ああ、自分の影は結構恐ろしい。なんか、慌た変えよう。慌た変えよう。自分の
影が、ああ、小さい、小さいなら、まあ、足が長くないのは、うん、それはまずいですよね。長くないのは、ね、まずい、まずい。あ、戻ろう、同じ。ああ、リアンね、なんかちょっといっぱい音が、うん、しますね。外はね。ね、そうそう、雨の音が聞こえるね。うん。ここも、何を使えばいいですか？じゃあ、いろんなところを見てみよう。ああ、怖いよ。怖くないよ。怖いよ。何も出てないよ。何もかも怖いよ。これじゃないの。ないよ。あの、セクティファイとかいりますか？ここ、ひよ、ひよ、いますよ。ひよちゃんいますよ。セクティファイを。いますよ。じゃあ、仕方ない。じゃあ、ヒントを出そう。はい。さっき音がしました。ここ。ここ人が音がしましたね。ここですか？ここですか？ここから見てください。見てください。こちらです。はい、はい、はい。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 何か変わったとかありませんか？変わった？いっぱい変わったよ。写真、変わった？変わったとかない？どこに見ればいいんですか？どこ？扉ですか？あっちこっち。はい。あ、自分の影が。自分の影が。まだ、うん。はい、どこですか？どこですか？いらっしゃい。はいはいはい。なんでいらっしゃい？一緒に行きましょうよ。じゃあ一緒に行こうか。はいはい、一緒に行ってください。写真。おー、シッ。英語わかんない、今。分かりたくないよ。何もかも分かりたくないよ。分かんないことにしますよ。僕の声聞こえますか？この際を読めますか？ここで待ってるよ。来てくれて待ってるよって書いてましたよ。で、あ、アートリーは、撮ってないよね。見えないよ。胸が大きい。見えない。胸が大きい。なんでだ。胸が大きすぎて撮れない。見えないよ。なんで。あ、今回胸がないよ。うん。うん。買えない。はい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 、終わったよ。読んだ？読みましたよ。そう、それでどこで、はい、さっきなんか扉のキーッと音聞こえんかった？聞こえますよ、いっぱい聞こえますよ。か、怖い声をいっぱい聞こえますよ。怖い声しないよ、何もしないよ。聞こえますよ。え、はいはい、一緒にどこへ？今開いた？扉開いてる？あー、そうですよね。見えますよ、今。見えます？よかった。うんうん、それよかったですよね。いやです。よかったくないと思いますよ。よくないよ、これ。世界をループしていきます、このピーキーの世界は。はい。では。はい、じゃあ、はい、行きます。チュートリアル終わりです。本編です。行きましょう。ああ、この扉開けてる声が、まあ、よくできましたね。何か違うことか、今はね、あ、時は同じですよね。あ、自分の影か。あ、また変われたのか、この人。
変わった？この人。あ、これ。これ、え？何があった？変わった？マジで何も変わってないよ。怖っ。いや。リアルホラーじゃん。確かめに、投げたけど、わあ！しないよ。どうしないね。でもなんか泣いてたよ。女の人。え、泣いてたの？聞こえないよ。本当？泣いてるように聞こえたよ。瓶を投げるだけで泣えるの？泣いてた？うん、泣いてた。悲しいって泣いてた。ああ。行きたくなー。でも行かないと終わんないよ。入りたくないよ。入りたくないね。何かあった？何かあった？もないと終わんないんだ。よいしょよいしょ。ドン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 。なんか決まったよ。扉が決まったよ。うん、うん、そうですよね。そうですね。うん、では今から何が始まると思いますか。ああ、謎解きです。ああ、謎解きです。な、謎のままでもいいんですよ。僕は定置資格でもいいんですよ。え、でも謎、でも謎のままだったらここにずっといるよ。いいの？本当ですか？そうよ。このキュイーンと音のをずっと聞きながら。やだよやだよそれ。ピータン先生、どうしようですか？はい、どう、どうでしょう？ R さん、R さんっていうところを探さないといけません。うん。リフトね、シット。シットのところを探したら、この扉を開けます。では、頑張って探します。ここは出口ですよね。うん。うん、はい。ヒントは何ですか？ヒント。ヒント？シットがある。うん。どっかにシットがある。シット？それを、そう、シット、アーズさんかな？アーズさんっていう、使うところがあるから、それを探してください。うん。はい。じゃあ、頑張って。頑張って私はクリアしてるから、見守ってるから。ここにいますか？あ、いや、後ろついていく、後ろついていく、後ろついていく。あーあーあーああ、影があるよ。自分の影がある。いるからね、ちゃんと。あと見守ってるから先生。いないかと思った、いないかと思った。はい、大丈夫、ちゃんといるからね。やだやだ、どこら、どこ、どこ、どこかな。これ、え、これはね、違うんだな。何か足りないですよね。うん、うん、とね、本当だね。薬がね、では状況の人、ここの患者さんは薬をいっぱい飲んでいます。うん、いっぱい飲んでます ね、 ね、どこだ、なのか、どこだ、見えない、何も見えない。見えないは違うよ。見えてるよ。見えないよ、見えない。ちゃんと探すのだ。ここ、ちゃんと探すのだ。え、これじゃないのか。え、え、これ戻る、壁に戻るね。壁だね。いい、さっきの棚がここだもん。見えないよ。ピタン。
見えないよ。床にありますか？何かありますか？床にはないね、残念。え、床ではないな。床ではないんだ。何？写真ですか？うん、写真の一部があるんだよね。でもね、写真の一部ですか？うん、すごくちっちゃい。で、ピータンはどうやってここ出られるんですか？あの、前回のやった時、どうやって、あと、ヒントか、で、じゃあ、人を、この辺、この辺り。この辺り。この辺りか。この辺り。これ？この辺り。ああ。あ。あ？取れない。見たけど、取れ。うん、見て。まだ。見えないよ。もっと小さくの方がいいんですよね。ね。ここから、あ、ここからは見えないけど、あびっくりしたね。びっくりしたね。びっくりしたよ。びっくりしたね。大丈夫ですか？はーい。まだ生きてます。大丈夫です。生きてます。はい。これホラーゲームなんだ。実はホラーゲーム。意地悪ですよね。この人に。はいはい。はい。ここは。はい。ほらい、ほらい。ほらい、ほらい。はい。いや、ちょっと大きくなってもらって。はい。取れないといけないですよね。何か、これですか？これかな。どっかにね。すべてを燃やしてもいいんですか？ここを。燃や？お、殺意じゃん。怒り。怒り憎しみ。で、僕に驚いた。はい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 。今回。あ！はい。何だったかな？私もね、記憶が曖昧ではあるんだか。さっきのお目目でね。はい。で、今回は、はい。かな。待ってね。こうやったら、よし、オッケーオッケー。これして、これして、よいしょ、よいしょ。ここの写真に、はい、嫉妬判定が
でないとあかんのだが。とさせてください。とさせてください。なんで？まだ。これが、はい？知ってたかな？思い出した。思い出したわ。はい。思い出したよ。思い出した？悪い？思い出した。悪いこと思い出した？悪いこと思い出した。悪いこと思い出したの？悪いこと思い出した。じゃあ行こうか。パチパチ。悪いことが起こる。っていうことですか？ってこと。あ、これこれこれ、触ってこっちこっち、これ触って。僕何も見えないよ。ああ、見えますよ。今、バナナですか？これ触れる？これ、バナナじゃない。バナナだけ見えますよ。今、まだ、画面にはね、扉か、まだ見えないですよ。扉にちょっとさ、触ってみて、ドーンの体ごとドーン。はい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 。はい。ぶつかって、はい、ここに来たらさ、なんかないイベント起きない？あ、あ、あ。子供の声が聞こえますよ。やだー。でも子供ね、ほら、かわいそうだから、サスキ行かないと。サスキ行かないと。サスキ行かないと。ほら。サスキ行かないと。どうぞ。どうぞ。入れますか、ここ。まあ、どうぞ。入れない。入れないよ。なんでだ。でごか。え、これだけですよ。これだけ。あー、どういうことですか。どういうことです。扉を開くギミックです。あー、それだけですよね。そうだよ。あ、どうしたの。あそんな、そんな、そそくさと逃げんでも。いや、だってほらね、まだまだおじいちゃんおばあちゃんのお家なんか人いるよ。うん、うん、人がいるよ。あ、おじいちゃんおばあちゃんのお家だよ。おじいちゃんおばあちゃんですか。おじいちゃんおばあちゃんのお家だからね、人がいる。ああ、そうそうなんですよね。そうそうそう。どうだって、ね、あの人消えてますか。あの、その人を見たくないので、どうやって進むしかないのよ。進むですか。あの人って握手、握手、ほら握手、握手、握手ですか。握手です。あ、明かりがない、明かりがない。あ、目閉じてもいいんですか。目閉じたら操作できないじゃん。はい。ちなみにゴキブリとか大丈夫。ゴキブリ大丈夫ですよ。あの人の方がもっと怖いですよ。なんで。君の方が嫌じゃない。ここから出たいですけど、おばさん。
僕。おばちゃん。おばちゃん。おばちゃんと仲良くならないと出れないからね。おばちゃん。おばちゃん。会えばいいの？会えるよ。お邪魔します。トイレ？そう、トイレ。なんでトイレから子供の声が。なんでだと思う？ああ、そこの、この中にいますか？ああ、怖いよー。ああ、大丈夫よ。かわいいベイビー、泣かないでー。ピータンの方が、まあ、もっと怖いですよ、今。なんでだ、なんで怖くないんだ。怖くない。なんでだ、楽しくないよ。何も見えないよ。あ、そっち？そっち行けますか？はいはい。ああ、はい。行こうか。はい、行きましょう。ここの世界の声は、まあ、すごくいいんですよね。そうね。うん。まあ、できちゃってもないからね。まあ、普通にか、うん、怖いけど、ここの声。自分の影が、すごいけど、すごいね。歩いて歩いて。ピーター何を見てたの？何を見えた？今なんで？なんで僕の後ろ何かありますか？うん、何かいたね。影すごいよ。はい、そうですよね。そうだよね。行きましょう。何か花がついた。何か僕の後ろをいる。くないの。でも人何もいないよ。大丈夫よ。声がすごいけど。声は聞こえるけど、後ろには何もいないよ。あ、安心していいよ。安心していいよ。趣味悪いよ。ここを作った人、趣味悪いよ。褒め言葉だね。では問題です。今、同じところをぐるぐる回ってるけど、すいません。なんででしょうか？おい！謎解きをしないと、ここは出てまいりません。では、頑張って謎解きをしましょう。ああ、そういうことですよね。そういうことですね。じゃあまあ時間なので完食です。ここがヒントです。頑張ってください。タイムコインって何時のから聞こえてるの？あ、この人はね、あー、僕やったよ。この人の目をやったよ。やった。え？わかんないことわかんないかな。目を取ってっていうことですよ。あー、ピーターンどこ？うん、ここですか？ここですね。ちょっとね、体がね、体が小さいと取れなくてね。人の目を取れなくて大きいになった。大きいになったね。やっぱりか。うん、はい、取ったよ。おばちゃんの目を取ったよ。だねー。あ、おばちゃんごめんね。
おばちゃんごめんな。ごめんね、リサちゃん。僕の中には怪物がいるって書いたよ、今。あら。はい。ねえ、いい声で泣くね。ああ。ありがとう。感謝。それを待っていたんだ、私は。ああ、そうですか。そう、ありがとう。みんな思ってるよ。リサちゃんの怖がる姿は、私たちはみんなをね、楽しみにしてる。これ、チーですか？チーですか？赤い。しかもしれないし、じゃないかもしれない。すごい。何か食べましたよね。食べています。食べているね。ちなみにあれなんだっけ？上は、すごいことがあるけど、それはね、ひどいですよ。人間はね、ひどい。恐怖を聞くと何も喋れないんだね。勉強なんで。まだ泣いてるよ、赤ちゃんが。うん。泣いてるね。泣いてるよ、赤ちゃん。かわいそうに。ちなみにさっきなんかダジルになんか言ってたのこと分かった？何かですか？あの前にですか？うん、前、一個前に。一個前に、なんかみんな殺してガラチで、うん、身をなんか、何も見えないけど、一旦見えますか？いいよ。おい、それ危ないでしょう。だいぶないです。あー、これ、見えない。Here them calling to me from。 どこどこ、ここ何かありますか？ここ電話あるよ。あれ、すごいですね。覚えるのがすごいですね。天才。だってクリアしてるもの。クリアしてるんだ、このゲーム。あ、ここでどうすればいいんですか？あそこですか？見えないけど、僕。そう、ここね、ちょっとね、暗いんです。暗いので、ちょっと。こっちに何かありますか？僕も見えないけど。わざ。ああ。見えないと思うので。そういうことですかね。そういうことです。僕ももっと大きいすればいいんですか？ここ。いや、どうなの？キクセンでも多分いけるはず。電話でもだったらね、大丈夫よ。まあ、赤ちゃんを助けないといけないからね。はい。赤ちゃんはどこですか？それで。あそこの中に、とか。そう、あそこの中にいるの、赤ちゃんが。どうやって、下ろす。あそこ、あれを、下ろしても、終わるんですか？ここ。
でも私たちの手ではあれ落とせないから、うん、電話を送ってできないんです。あ、電話できないですよ今。できますか？変わった、帰りましょうね。電話取れない。どうやって電話使えますか？これ。この壁を見てる。あ、壁は、前には見えるんけど、今は暗いですよ。いいですね。うん。赤いとこまで行こうか、赤いとこ。赤いとこ。どこ？あ。はい。多分出る。出るかな。出るかな。はい。乗れないですよね。あ、乗れますよ。何も見えないけど。できないですよ。何も見えない。うん。触れない。取れない。大丈夫ですよ。ここ、ダメみたい。PC の。うん。ちょっと小さいにしますね。できる。うん。できるかもしれませんね。ん？何もないですけど、驚いたマークだけ見えますよ、それ。それビックリマークだっけ？うん、ビックリマークですよ。 G とか G とビックリやな。そうそう。え、あ、じゃあクリアしてるわ。それで OK。 じゃあ行こうか。はい、この続きへ。赤ちゃんを助けに行こう。うん、はい。赤ちゃん、かわいいベイビー。すごい声ですね、おばちゃん。でもだいぶ慣れてきたんじゃない、この世界に。世界だいぶ慣れてきたんじゃないですか。もう怖くないんじゃない、みどちゃん。怖いですよ、狂気の世界に。明るいね。逆に綺麗じゃない、こういう明るい世界。あ、すごい影ね。え、なんて言ってんだろう。何かあったね、ここ。ああ、何かあったねってことね。なんか、クイックできるところあったけど、うん、これ、何もないですよね。あ、鍵。うん、怖い。怖い。流れてる。え、でも、なんか喋ってない？うん。ラジオの人。わかんないけど、なんか声が聞き取りにくい。いいか。うん。これは多分世界共通なんだな。なんかメーカーいろいろありますね。あー、ね、かわいいね、おめめね。こんにちは、こんにちは。あ、やっと時間が済んだよ。うん、こんにちは。今やっと1分です。よろしくお願いします。僕出たいですけど、あの、出口はどこですか、めったまさん。かわいい、めったまさん、どこですか。赤ちゃんいない。いただきなってるよって。
血だらけですよ、ここ。血だらけですよ。ここのはね。え、タマさん。意外この辺びっくりしないんだね。すごいね。なんかこの辺ですか？目玉のことですか？そう、目玉のことを。怖くないよ、これ。怖くないんだ。うん。よくない？怖くないんだ。目玉は大丈夫ですよ。なんで？でも、おばちゃんは怖いんでしょ？もう、おばちゃんは絶対怖いですよ。一緒じゃん、怖さ的に。おばちゃん、もっと怖いんですよ。かわいいじゃん。これは怖くない。なんか、目玉がよく見るんですよね。レファレンスとか描いてる絵とかイラストときにはね、目玉よく見てるから大丈夫かも。そういうこと。うん、そういうことですね。イラスト事件で。見慣れるよ。どんな目でも大丈夫ですよ。ここは、おばちゃんの目ですよね、これ。そうそう、おばちゃんの目。そうそうそう。これ、はい。やばいでしょう。これ、絶対やばいでしょう。なんで、この人の目がないで、こういうことでしょう。差しがいいね。はい。ということです。うん。差しがいい。じゃあ、行こうか。はい。この真実を見に。はい。行きましょう。どう？これ、僕の目ですよ。勘違いしないでね。取れないでよ。取ったりしないでよ。見たくない、見たくない、見たくない、見たくない。ピタンどこ？あ、こっち。あ、目取った。やばいだよ。警察呼ぶよ。ピタン。警察呼ぶよ。うん。警察呼ぶよ。警察呼ぶよ。では。いいですか？はいはい。はい。Big door box. No turning back now. もう、帰れないよって。ああ、帰れないんだ。うん。帰れないんだって。はい。出たいよ。その方がいいんじゃないの。もう来ないよ、ここ。殺人現場とか行こうか。ああ、僕の。You got fired, so you drowned your sorrows in booze. She had to get a part-time job working a grocery store cash register.Only reason she could earn a wage at all is the manager liked how she looked in a skirt. You remember, right? Exactly 10 months back. うん。うん。はい。ということで。うん。このお母ちゃん。すごいね。この世界救った人。10万。すごいよね。すごいですよね。こういうことでもできる。うん、すごいですよね。うん、気持ち悪いけど、まあ、よくできたよ、これ。褒めてる。うん。あのね、あそこで、ね、起きたことは、多分まあ、ね、あの、おばあちゃんが妊婦さんで妊娠してて、赤ちゃんを戻したってことなんだろうけどね。うん、そうですね。いや。うん、怖い。怖い話になる。サスペンスです。怖いよね。ではでは、あのおばあちゃんがどうなったか、真相を見ると、見届けよう。うん、痛くないけど。はい。痛くないけど。怖いよ。寝たくはないね。おばあちゃん普通じゃないよ。なんか戻ったよ、1分。うん。
なんで時間が戻ったんだろうね。なんで、なんでだ。なんでだろうね。うん、慣れないね、自分の影。自分の影が一番怖いですよ。あれ自分の影が一番怖いの。おかしいな。おかしいですよね。もう終盤なのに。なんで？なんで？なんでだろう。ねえ。すごい怖いよ。ここ入れますか？あ、ここじゃないね。どこですか？どこですか？あ、二度とは、うん、え、ここ、はい、え、入れませんね。鍵、ね、いりますか？もう鍵が謎解きです。え、鍵はいりません。2048 後で電話します。うん、後で電話します。すごいですね、ここ使い。うん、よくできましたよ、本当に。だいぶ怖いね。うん、だいぶじゃないよ。だいぶじゃないよ。もうちょっとで書いてたね、頑張ろうね。全部が怖いですよ、だいぶじゃない。終わりましたね、ここ。え、ここは最初の部屋ですよね。うん、違うよ。あ、違うんですか？あ、はい。じゃあ、もうちょっと、この、世界の真相を見に行こうか。はい、はい。じゃあ、下にある、ここで撮れるかな？ライト。はい、はい、はい。撮ってます。さて、じゃあ。はい、持ってますよ、今。じゃあ行こうか。はい。教えてくれるから、この人が。うん。扉が開けると気をつけてね。別の世界がある。自分は自分だけじゃないかと。うん。お、そうなんです。うん。じゃあ、心の準備はよろしいでしょうか。はーい。準備にしまーす。行きましょう。ハサミ、Let's go。 はいよ。僕、ライトありますよ。怖くないよ。ライトありますよ。ライトだったら怖くないの。怖いですよ。怖いんだ。あっても怖いよ。こういう時はね、床から見る。それか、いい。床から、床だけ見ると怖くない。怖くない。怖くない。怖くないよ。床だけ見てるの？怖くないよ。なんか、逆に、クエット使えば、もっと怖いですよね。そう、ピーさん大丈夫ですか？私は大丈夫よ。楽しいよ。もう、楽しくて笑いかけちゃうぐらい楽しい。うん。うん。あ、なったから帰ろうか。うん。
床見る、床見る、床だけ見る。本当床だけでいいの？うん、でも何か見れば、まあ床から足から見えますよ。だね。さて、さっきの時間覚えてる？ちなみに。うん。うん、0時になって。時間が過ぎました。うん、はい。では、ここから先は、私は背後にいますので、うん、頑張ってください。お別れです。あとは自分の足で。やだよー、本当ですか？どうやってあそっち一緒に行かないですか？うん。本当に？あ、うん。じゃあ、真相を確かめに行っといで。なんで？一緒に行きましょうよ。なんで行かないの？頑張って。頑張って。それなら、頑張ってまいりますね。はい、行ってらっしゃい。どこで会えばいいんですか？大丈夫。後ろついていくから。あ、後ろついてますね。大丈夫ですよ。それなら、床を見る。床を見る。ツンツンツン、怖くないよ。みーちゃん、怖くないよ。何もないでしょ。見たくはないよ。扉開けないよ。やだよー、これ。ピーカーン！助けてー！助けてー！何かあった？おう、終わった。おばちゃん、がんば。ここかな。どこ？なんもないよ。どこ？あ、ばあちゃん。こんにちは。お疲れ様、おばあちゃん。はあ、おばあちゃん大丈夫かな？あ、おばあちゃん、なんかちょっとパーキンソンとかあるですよね。
大丈夫ですか？それえそれだけですか？あや、やだな、怖いですよね。まだですか、ばちゃん、どこ？よおばちゃん、よおばちゃん、もう終わったばちゃん、まだ終わってないのかこれ。おばちゃん、もうダメだよ、怖いでしょ。おばちゃん、What? 選び、ん？Drag. Every day he'd eat the same kind of food, dress the same, sit in front of the same kind of games. Yeah, he was just that kind of guy. But then one day he goes and kills us all. He couldn't even be original about the way he did it. I'm not complaining. I was dying of boredom anyway. But guess what? I will be coming back.Bringing my new toys with me. お疲れ様でした。お疲れ様ね、おばちゃんも。ピーターのお疲れ様。すごい。怖かった。わあ。怖かったよ。怖かったね。これがこうだけで信じないよ。こうだけでいいのかこれ。ハッチとか、うん。うん。レベオ、おろしさんのレベオかハッチとか大丈夫そうですよ。うん、いや、これ5ですね、レベオ。マックス10だと5ですね。ねえ。あー、どっち行けばいいんですか？どこでもいいんですか？どこ行きたいですか？これで終了です。OK？ ここですか？ここ行きますか？一旦そこ行きますか？じゃあ、はい、OK。そこ行きますね。癒されますか？あ、癒されますよ、ここ。癒されますよね。あ、ここは、アルーカできたよ。あ、そっか。あ、だから、あの世界、秘密基地に戻りますね。後で、リクエスト送りますよ。です。はい。じゃあ見てくれてありがとうよ皆さん。また会いましょうね。バイバイ。